Video Diary August the 13th, 2021 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2021年8月13日、林博史です。こんにちは。闇の世界というのは、闇の世界の中に住んでいる人にはそれがわからないそうです。闇が闇であるとわかるのはですね、自分自身がその闇を抜けてて光の世界を見て、初めてそれまで自分たちの住んでいた世界が闇とわかるのだそうです。実はですね、先ほどマザー・テレサについての記事をね、いろいろ探しているときにそんな一文に出会いました。なぜマザー・テレサの一文を探していたかということなんですけども、つまりこういうことなんですよね。私がですね、30歳前後だったと思うんですけども、高校生たちを相手にですね、マザー・テレサの手記を読んでいた時のことです。その中にですね、こんな話が載っていたんですよね。これは内容的には間違いありません。ただ細かい数字などは間違っているかもしれません。こんな話です。マザー・テレサがですね、確か2年だったと思いますけども、2年のつまりインドのどこかでですね、英語教師の仕事をしていたんですけども、その仕事を終え、修道女だったということもあったんですね。でその仕事を終え、その2年の終わりにですね、思い出にということでインドのどこかを列車で旅をしていたのだそうです。その時のことなんですけども、ある日のことですけども、マザー・テレサがですね、列車の中で、外の景色を見ていたんだろうと思うんですけども、その時のことなんですけども、その列車の天井の上からですね、声が聞こえてきたっていうんですよ。でその声がですね、 Go to Calcutta Go to Calcutta Go to Calcutta カルカッタへ行きなさい、カルカッタへ行きなさい、カルカッタへ行けなさいっていう言葉だったんですね。でマザー・テレサはですね、その言葉を聞いてですね、電撃に打たれるようなショック、衝撃を受けてですね、そして急遽旅行を変更して、そのままカルカッタに向かったのだそうです。というような話をですね、私ずっとってますか、記憶に残っていたものですから、もう少しね、このビデオダイアリー作るにあたってですね、正確に皆さんにその話の内容をお伝えしたいと思いましたので、先ほどそのマザー・テレサの手記なるものをですね、あちこちを探してみました。一部ありましたけども、しかしそれそのものって言いますかね、私が今から40年ほど前ですよね、に読んだその一文は見つかりませんでした。その代わりね、そのマザー・テレサの周辺の、教会ですよね、教会のサイトに行き当たり、そしてその中に冒頭で皆さんに話しました一文が出てきたというわけです。闇の中に住んでいる人は、自分が闇の世界の中に住んでいるということに気がつかない、あるいはそれを知らないというわけですね。しかし光の世界を見た人だけが、自分の元いた世界を振り返ってみて、そこがですね、闇の世界だったということを知るものですよ、ということなんですね。おそらくマザー・テレサのいわゆる宗教的哲学の一つを作っている話ではないかと思います。その一文に出会ったわけです。なるほどな、なんてね思いました。というのはですね、ちょうどその30歳の頃、日本でもですね、マザー・テレサの話が、あちこちで持ちきりになった、なっていた時のことなんですけども、私ね、ふとこう考えたんですよ。確かにマザー・テレサのね、成した仕事っていうのは偉大な仕事である、マザー・テレサは素晴らしい人である、本物だっていうふうに思ったわけですけども、しかしね、こうも思いました。それはある時、お母さんお父さんとのね、
懇談会の席でもそんな話をした記憶がどこかにあるんですけどもね、もし皆さんのあなたのですよ、お子さん、男の子でも女の子でも良いわけですけども、こう言ったとしたらあなたはどう思うでしょうか、あるいはそれに対してどう答えるでしょうかということなんですね。ある意味のことなんですけども、まあ、思春期過ぎた頃のですね、あなたの息子さんや娘さんがですね、あなたにこう言ったとします。お父さん、お母さん、僕ね、あるいは私ね、これからインド行ってマザーテレサと一緒に仕事をする、マザーテレサさんとね同じ仕事をしたいと言った時にね、あなたはどうするかということなんですよね。親として、いわゆるまあ現実この世界においてですね、それに対してどのように反応するかなということなんですけども、今振り返って、まあ、私のその当時のね私を思い出してみるとですね、私は多分反対しただろうなというようなことを言ったと思いますね。いわゆるまあこの現実世界の中で生きているとですね、つまり、まあ、この世と言いますかね、この現実世界の中における名誉、地位、財産、それから学歴とかね、キャリアを全部捨ててですね、インドへ渡り、そしてインドでマザーテレサさんと一緒に仕事をするということはですね、まあ、どういうことかということは、まあ皆さん想像の通りだと思います。で、自分のね、まあ、他人のことであるならばですね、まあ、素晴らしい方だなというふうに思うわけですけども、ではあなた自身はどうか、あるいは、まあ、あなたの、ね、夫、あるいはあなたの妻でも良いわけですけどもね、あるいはあなたの息子さんや娘さんがですね、これからインドに行ってマザー・テレサの後を継ぐというような話をしたとしたらですね、あなたはそれに対してどう答えただろうか、答えるだろうかという問題なんですよね。で、私の記憶にあるのは、やっぱりそれやっぱりやめろって言うだろうなというふうに当時、今からね3、40年前には思ったのをどこかで覚えています。まあ、当時の私としては、私ならですねそのように答えただろうと思うわけです、ね、何もね日本でのそのキャリアを全て捨ててですね、そしてインドへ行って貧しい人の世話をするなどということをしなくても、まあ、それはそれとして、つまりは私たちは私たちでこの現実世界の中で、まあ、生きていくんだというような考え方ですよね。しかしそれに対してマザー・テレサがですね、まあ、そのマザー・テレサがそのような言葉を言ったとは、まあ、直接的には書いてありませんけれども、マザー・テレサのいわゆる一つの宗教的哲学の一つとしてですね、冒頭で挙げたような言葉が出てきているわけです。闇の世界に住んでいる、まあ、私たちということになるわけですけどもね、は自分たちが闇の世界、それこそこに住んでいるその世界がですね、闇の世界であるということに気がつかないものだと。しかし、ひとたび光の世界を知った人たちはですね、それまでの自分の生活を振り返ってみて、世界をですね、振り返ってみて、そこが闇の世界であることに気がつくものですよという考え方なんですね。つまりその、まあ、闇の世界っていうふうに、まあ、言っていいのかな、まあ、光の世界を知っている方から見れば、つまり私たちが住んでいるこの世界というのはまさに闇の世界かもしれませんよね。しかし闇の世界に住んでいる私たちがですね、その闇の世界から一歩外に出る、そして光の世界に入っていくということについてはですね、大変な大変な勇気が必要ですよね。どうなっちゃうんだろうってね、そういう世界に行ってしまったら、自分はじゃあ今の私はどうなってしまうんだろう、周りの人たちは私をどう見るんだろう、どう反応するだろうってな感じでね、で、まあ、壁というよりもやっぱり深い溝を感じるといいますかね、声がたい、まあ、溝を感じるだろうと思うんですね。ところがひとたび光の世界にを知るとですね、またその、ウェブサイトに書いてあるのは光の世界を知るって書いてありますね。知るとそれまでの自分たちの住んでいる世界が闇の世界であったということを知るということになるわけですね。まあ、その通りだろうと思うんですよね。例えば、まあ、いろいろありますけども、例えばね、他にもいろんな例がありますけども、まあ、例えばですよ、私自身の経験をそのまま話すというのも大変危険なことかもしれませんけども、私自身はやっぱり2016年のあの大豪雨事件、9月、10月、それから11月に、今行くよってね、呼び出されて外行きましたら、その裏にはですけども、通常にね、巨大な V 字型、漆黒のね、輪郭が極めてクリアに際立った漆黒の V 字型 UFO がですね、曇天のボコボコした雲の下にホバリングしていました。
それはまあその事件だったんですけども、その事件そのものがですね、私に与えたショックと衝撃ですよね。もうそれは想像を絶するものだったと、まあ、皆さんのね、想像を絶するものではないかと思うわけです。事実それからはもう混乱大混乱ですよね。つまり情緒的精神的に混乱したというよりはですね、思想的にもうめちゃくちゃになってしまいましたね。何が何だかさっぱりわからなくなりましたしね、まあ、あの大工事件の時はもう一つ、まあ、おかしなことに、まあ、それが一つの救いのようにもなっていたわけですけども、ひょっとしたら私の頭が狂ったんじゃないかしらという恐怖心もありましたね。もういよいよ狂っちゃったんだと、その幻聴が聞こえたわけですからね、幻聴じゃなかったんですけど、幻聴だというふうに思い、そういうふうに思うしかないんですよね。しかし、まあ、そういう恐怖心もありました。しかし、その V 型 UFO っていうのはですね、もうとにかく私には強烈な印象を与えたということですよね。その後、まあ、例えばね、苦しいとき、悲しいとき、辛いときなどはですね、いつもその静かに目を閉じてですね、あの朝見せてもらった V 型 UFO を頭の中で浮かべました。それこそね、大病を、まあ、宣告されてね、その、まあ、いわゆるその CT 検査に回されるときもですね、あの移動担架の上でですね、やっぱり目を閉じて懸命に私が思い浮かべたのはやっぱりあの V 型 UFO だったですね。それから手術室に向かうときもやっぱり、なんて言いますかね、頭の中で V 型、あの向かうときは歩いていったんですけどもね、その近く来ましたときにね、やはりこう担架の上にっていうか手術台の上に乗せられて、まあ、目を閉じたときもやはりまぶたの向こうにあの朝の V 字型 UFO を思い浮かべましたね。まあ、それが私にとっての V 字型 UFO だったということですね。その都度私の心は、まあ、休まったというわけじゃありませんけども、もうそれに、まあ、自分の心をつないだということですね。つまりそれくらい大きな衝撃ショックを与えるものだと同時にですね、ここが重要なんですけども、やっぱりそうしたその衝撃ショックを受けることによってですね、いわゆるまあ思想的な大転換期を迎えたという、大転換といいますか、要するにそのいわゆるそれまでの思想がひっくり返ってしまったというだけの問題ではなくてですね、つまり思想的哲学的にですね、つまりもう変わらざるを得ないところに来ていたんだろうと思うんですね。それくらいショックが大きいものだということですね。まあ、ですから よくですね、世の中にはある意味で、まあ、そういうふうに決めてかかるのも失礼なことかもしれませんけれども、中には無責任な人がいてですね、まあ、例えば私も UFO 見てみたいとかね、あるいは私もエイリアンと一緒にね、宇宙旅行してみたいとかね、というようなことをおっしゃる人もいらっしゃいますよね。しかし実際にそういう場面に立たされますと、それは今の皆さんの創造的な意識って言いますかね、感覚というのはみんな吹っ飛んでしまいますよ。それはあの吹っ飛ぶということはそんな軽いものではないということですね。その証、まあ、その事実って言いますかね、証拠というよりもその、そうした事実を裏付ける内容がですね、つまりはマザー・テレサの話ということになるわけです。つまりマザー・テレサはですね、2年だったと思うんですけども、ごめんなさいね、間違っていたら、あのそれを確かめようと思ったんですけどもね、見つからなかったんですよ。ただあのそのウェブサイト、私がですね先ほど言いました、闇の中にいる間は闇の世界であることには気がつかないものだと、光を知って初めてそれまでいた自分の世界が闇だったことを知るものですよと言った、そのサイトの中にもですね、マザー・テレサは1946年だったかな頃からそういう声を聞くようになって、それが1947年の9月頃まで続いていたそうですね。その声というのをですね、英文ですけども Inner Voice と書いてありましたね。 Inner Voice、 つまり心の中の声というふうに書いてありまして、私が知っている話とはちょっと違ってたんですよね。私が知っていた話というのはマザー・テレサ自身が書いた手記だったんですけども、ね、その中には、マザー・テレサ自身がですね、列車の天井から聞こえてきたというのことを書いていたと思います。天井からね、 Go to Calcutta Go to Calcutta Go to Calcutta という言葉を2度か3度聞いたというふうに書いてあったと思います。書いてあったと思います。でそれを探そうとしたんですけども、それ自体は見つからなくてね、同じサイトの中に Inner Voice と内なる声を聞いていたというふうに書いてあったわけです。しかし私はあのその後のね、その後のマザー・テレサの生き方っていうものをですね、まあ、今
こうして、まあ、そのマザー・テレサが亡くなってから自分になるわけですけども、そのマザー・テレサの生涯をですね、自分なりに、まあ、なんていうか想像してですね、やっぱりマザー・テレサがその時に上の人の声、つまり神の声、まあ、マザー・テレサはイエスの声というようなことを言っていらっしゃったみたいですけども、まあ、イエスの声をですね聞いたという話は本物だったんだなというふうに思いますね。というのは人間というのは、まあ、その大冗談に違いませんけれども、人間というのはですね、まあ、例えば嘘をついた場合にはですね、その嘘というのは大体まあそんなに長く続くものじゃないですよね。あの 2,3 ヶ月半年1年ぐらいにはもう色あせて消えてしまって、ね、それこそ俺そんなこと言ったっけななんてね、そういう感じになってしまってどっかへ、まあ、吹っ飛んでしまうと言いますかね、消えてしまうということになるのではないでしょうか。しかしその後ね、マザー・テレサは生涯にわたって、まあ、インドのねカルカッタの貧しい人の中の最も貧しい人たちの中の、またさらに貧しい人たちの世話に生涯をかけたというその事実の中にね、つまりはマザー・テレサが、まあ、列車の中で聞いた声というのは本当の事件だったんだな、本当にマザー・テレサはその事件を耳にし、その声をね耳にしたんだなというふうに、まあ客観的にね、マザー・テレサのその後の、まあ、生き様、生き方を見ていて証明されることではないでしょうか。もしそういう、まあね、よくある、まあ、嘘とは決められませんけれども本当でないような話をする人はいっぱいいますけどもね、中には、まあ、その世界中いろんな国にそういう人がいるわけですけども、神に出会ったっていうような話を、まあ、あの割と簡単にね楽々と話されますけども、ちょっと待ってくださいっていう私は思いますね。もし本当に神に会ったという話、まあ、それを、ね、売り物にして、それこそ、ね、バラエティ番組の中で おかしく笑いながら話す人もいますけども、もし本当に神様に会ったとしたら、そんなもんじゃないんだけどなぁなんて、つまりその神に会ったというその一つの事実ということはですね、これも大変なことですから、ですから生涯を かけてその会ったという事実をね証明し、そしてその中から何を、まあ、その神がねそんなむやみやたらにね興味本位でね、いわゆるハプニング的に人間に会うなどということはありえないことですから、ですからその会ったという事実の中から自分の生涯をいわゆる、まあ、組み立てていく、もっと言うといわゆるものの考え方が変わってしまうということですね。もっとはっきり言えば人生観そのものが変わってしまいますから、その後の人生そのものが大きく大きく影響を受けるということになるわけです。それがないですから、まあ、ないからといって嘘とは言えませんけども、まあ、本当ではないかもしれないという意味でね、まあ、そういうものではないんだけどなというふうには私は思いますね。まあ、いわゆるまあその頭、まあね、そのある意味で、まあ、こう言っていいのかな、もうそろそろ結論を出さなくちゃいけませんけども、私たちはまあその、まあ、マザー・テレサがそう言ったかどうかは別にして、つまりはですよ、あなたも私も闇の世界にいるんですよね、きっとね。でその私たちの闇の世界から見ると、何かしらね光の世界っていうのは何かしらねどこかスピリチュアル的でね、なんかうさんくさくてね、わけわかんなくてそっちの世界行くのは怖いな、そんなのも嫌だな、変人になるだけだし、今のねこの世界における現世における、まあ例えばね名誉地位財産にしてもですね、これは私のものだしね、たまにとかしょっちゅうでもいいけども、その旅行に行ってね美味しいもの食べてみたいな、ああおほうとね面白い思いも楽しい思いもしてみたいなと、欲しいものを買って美しいドレスを着てね、そしてまあ男だったらね素敵な車を買ってですね、あるいはいい家に住んでみたいな、楽していきたいなっていうようなことをいろいろ考えるわけですよね。そういうものをそのなんて言いますかね、まあ金繰り捨てるというよりも、そういうものの価値をですね一切見失ってしまって、その光の世界に入っていくというのはですね、その勇気がいるというか、なかなか踏み切れないと言いますかね、それはあると思いますよ。それが先ほどちょっと言いましたよね、まあ、そのマザー・テレサという方は素晴らしい方だっていうふうに私たちは思う、評価する、そしてそういうふうに位置づけてはいますが、しかし自分の息子や娘がインドへ行くっていざ言い出した時にはさあどうかということですね。その時にやっぱりその当時、今からね 3,40 年前の私だったらですね、まあ、息子が行くって言い出したらやめなさい、それよりもあなたは、まあ、今日は今日で勉強して、そしてしっかり勉強して高校入試に備えなさいって感じでね言ったかもしれない、まあ、言ってたと思いますね。それはそういう人のやることであって、
あなたのいることじゃない、まずそこにある現実にぶつかってきなさいってな感じで、まあそう言ったかもしれない。その時にね、もし私がですね、そのまあ娘息子に対してね、まあ娘や息子がですね、お父さんお父さん、私はこれからインド行ってマザーテレサの仕事を手伝いたいって言った時にね、その時に父親としてあるいは母親としてですね、あそうか、それは素晴らしいことだ、やってきなさい、お父さんお母さんお前を支持する、応援するぞと言って息子や息子の背中をポンと叩けるか叩けないかってことになってくると、やっぱりそれはもう大変勇気がいるし、まあかなりの覚悟と思い切りが必要でしょうね。今のこの私たちの世界のに住む私たちはそのように判断するだろうなというふうに考えました。まあ皆さんはどうでしょうか。しかしそれを超えてですね、光の世界に入ってみると、さあどうかなってことですよね。あるいは光をの世界を見たら、見たら知ったら、あるいは光というものそのものをね、見たら知ったらどうなのかなってことになるわけですけども、それについては、まあ、マザー・テレサはですね、そういう世界を知ったということになるわけですよね。そしてまあ振り返ってみて、私たちは闇の世界に住んでいる間はそこが闇の世界だと知ることはないと。しかしひとたび光を見た人はね、それまでの自分たちが住んで世界を闇の世界だと分かるようになるとということを言うわけですけども、その光ということは何かということですけども、今度はですね、こういうことも言えるんですよね。一度光の世界を知ったとしますよね。そうするとその人は闇の世界に戻れなくなりますよね、当然。はい、例えばですね、分かりやすい例で言うと、まあチンパンジーの、まあ、アイさんというのは昔、今もいらっしゃるんでしょうか、犬山の、ね、モンキーセンターにいたんです、いるわけですけども、もう人間の子供として育てられ、人間ともの生活の中で馴染んで、まあその大変高度な知的能力を持った、まあ、チンパンジーさんがいたわけですけども、あのチンパンジーさんをですね、アフリカのもともとそのチンパンジーが住んでいる群れの中に連れて行って、さああなた、あなたはチンパンジーさんですから、まあ今日からね、あのまた群れの中で一緒に生活しなさいよと言って背中を叩いたとしても、その人間世界を知ったそのチンパンジーさんはもうアフリカのね、まあ、密林というかね、ジャングルというか、まあ、私よく知らないんですけど、そういうところに住む、まあ、そのチンパンジーの群れの中にはもう戻れないでしょうね。それと同じようなことがやっぱり逆に今度はあるのではないのかなというふうに思います。一度ね、光を知り光の世界に身を置いた人間はですね、二度ともう闇の世界には入れないだろうなというような、まあ逆にね、今度は逆隔絶感といいますかね、まあ要するにそうしたそのいわゆるその自分自身が孤立するというような、いわゆるそのまあ孤立するという感覚そのものがね、まあ闇の世界の発想ですから、そういう言い方で決めつけるのは失礼なことかもしれませんけども、要するに自分自身が元の闇の世界に戻れないという、その、まあ、それでも気にしないのかなと思うところもありますがね、戻るということはどういうことか言ったら、例えば再びね、俗物にまみれたような生活ができるかというと、それはもうできないですよね。基本的にもうできないと思いますね。つまり例えば、まあ、同じ猿でもね、人間世界を知った猿はもう猿の群れには戻れないでしょうね。同じように私たち人間にしてもですね、いわゆる光の神の世界を知った人間というのはもうこの現世の人間世界にはその価値観を、まあ、価値の正当性といったらいいのかな、それを見出すことはもうないでしょうね。そういうそのいわゆる、まあ、決別感といいますかね、まあ、その自分自身が隔絶していくという、それはあの闇の世界から見ていてそう思うんでしょうけども、それはやっぱり怖いことだなと。果たして本当にどうなのかなってことになるわけですけどもね、まあそういうその現実と今のその、いわゆるまあ精神がですね、まあその上昇してですね、そしてそのいわゆるそのそれまでと違った世界に入ったその人間というのはどうかなって。でまあ、まあ私って言いますから、私には凡人から考えて闇の世界でまだうごめいてますから、そういう光の中を行った人っていうのは、まあ要するに今の闇の世界の人間から見れば変わり者でね、なんか変築な人間でね、どっかおかしな人間だというふうに思うでしょうね。思われても仕方ないというか、そういうふうに、まあ皆さんはどうなんでしょうか。
ね、まあ、それは分かりません。その皆さんにもいろいろな方がいらっしゃいますから。しかし光の世界を知った知るともうその戻れないということもやっぱりあるわけですけど、それはまあ何て言いますかね、その戻りたくないとかそういうことじゃなくて、もう自分自身が戻る気がなくなって、そういうことも考えないほどまでに戻れなくなるということではないかなというふうにいろいろ想像しています。しかし実際に、まあそのまあ、これは私の手前味噌的な考え方ですけども、視点を高く高くね、上に上げて、そしてそれまではね、地域見ていた、国を見ていた、そして人間を見ていた、しかし人類全体というものを宇宙から見るような視点で人間を考えていくとですね、やっぱりこう物の考え方というのは大きく変化影響を受けますよね。まあ、当然受けて当然だと思います。でそういうその物の見方を一度するようになった時にはですね、もうやっぱり元の考え方でまあそれはいかんと、やっぱりはいってな感じで元の世界に戻れって言われてももう戻れないでしょうねと思いますね。実は私ももう戻れないと思いますね。まあそのもしどうしても戻るっていうのであれば、まあ、適当には付き合いますけどもね。しかし そこから起きる摩擦よりもなんて言いますかね、孤立感孤独感っていうのは強いでしょうね。まあ、ですからやっぱり戻れないと思いますね。まずそのここまで自分をねじ曲げてごまかして生きるということはもうできないだろうと思いますが、それはあくまでもまだ私の段階、私のようなね、まあ、凡人の段階ではまあ空想論的な話になりますけども、そういうものだろうなというふうに思います。ただ一つ言えることはですね、まあ、いわゆるその私たちはひょっとしたら、ひょっとしてですね、つまりマザー・テレサが、まあ、その言葉はマザー・テレサの言葉とは書いてありませんけどもね、繰り返しますけども、そのマザー・テレサの近くの教会と言いますかね、あの一応あの教会に属しておられたみたいですけどもね、その、アレルラードとかという、まあ、そういうなんか名前がついてましたけども、そのサイトの説明によればですね、要するに闇の世界というのはその闇の世界に住んでいる人にはそこが闇の世界だとは分からないものですよという言い方なんですね。しかしひとたび光を見たらですね、それまでの世界がいかに闇の世界であったかということが分かるものですよという考え方ですよね。まあ、そこから先は入った人だけが分かる世界ということになるのかななんて思いますけどもね。そうしますとどっかね、うんとこうね宗教っぽくなってきますから、まあ私としてはまあこれ以上皆さんにね話すということはできませんけども、要するにまあ宗教ってそういうふうに考えるんじゃなくてね、つまり私たちもっと分かりやすく言えばですね、まあ要するにこの闇の世界ということは大切でないものを大切だというふうに思い込んでですね、そしてまあその大切なものを逆に大切でないというふうに粗末にしているという世界である。そして何かしらね競争の原理の中で騙し合い恨み合いね、嫌い合い憎み合い、そしてまあひがみ合いね、いじけ合いいじめ合いね、そして妬み合うというような、まあそういう毒々しいゴロゴロして何もかも金でって動いて、そしてその名誉だ地位だね、そしてその有名になるんだ欲望の金ギラ銀の欲望をね、みんながこのギラつかせながら生きていく世界が本当にある意味でね私たちが求めている世界なのかっていうと、それはそうは言えないんですよね。まあ皆さんそれはもう心のどこかで皆さん共通してお感じになっていることではないかと思います。ですから、まあ、そういう自分が、まあ、その中でうごめいている人にはやっぱり見えないでしょうね。それがもう正しいことだというふうに思い込んでますからね。ですからそういう世界から一歩抜け出て、つまりはそうではない本来、まあ、人間がですね目指すべき別の世界がそこにあって、その世界を光の世界とするならばですね、その光の世界を知ることによって初めてそれまでの自分たちが住んでいた世界がですね、いかに毒々しく、まあ、トゲトゲしくてですね、まあ、ギンギラギンの糞尿の塊のような世界であったということをですね、まあ分かるようになりますよということではないでしょうか。裏を返して言うとですね、自分たちの持っている精神性を高めてですね、それは光という、まあ、抽象的な関連的な、まあ、そのゴールということになるわけですけども、それを目指していくということによってですね、自分たちはそのいわゆる、まあ、闇の世界から抜け一歩抜けてたより高い精神性の世界へ行くことができるかもしれないということなんですね。今の私にはその可能性の
としてしか話すことができませんけどもね。というのは私自身もね、もう本当にどうしようもないほどドロドロでね、腐ったような人間ですからね、ね、偉そうなこと言って何言ってんだって言われますとね、私もクシャンとしますからね。ですからまあ偉そうなことを言うのはまあ本当にほどほどにしておかないとね、自分でまあ自分のね行き場所を失って、まあ居場所をなくしてしまうような感じがしますから、とてもそのね、またテレサのような真似事もできませんからね、偉そうなことを言ってるだけですから、まあ、それはそれとして、ともかくもしかし目標として、まあ、その光に象徴されるような世界を目指していくということも、これまたできるのではないのかな、またそういう世界がですね、まあ、あるかもしれない、あるのだろうな、あるというふうにして考えながら前に進んでいくということではないでしょうか、ね、もう一度繰り返します、繰り返して今日のビデオであり終わりたいと思いますけれども、要するに闇の世界に住んでいる人たちは、そこが闇の世界だとわからないものだ。つまり人間世界に住んでいる私たちはですね、人間が第一であり、人間が唯一完成された知的生命体であり、我々が今こうして成していることに全ての価値があるんだっていうふうにして見る世界が、つまりは客観的につかむことは、それがどういう世界だということがわからないものであるけれども、もしね、自分の精神性を高めて、そしてよりまあ、その上の人、神の心に近づけばですね、そこに光を見出して、そしてその光の世界を知った途端にね、それまでの自分たちのいた世界が闇の世界だと分かるものですよということはですね、可能性として信じて、私たちはそれもありというふうに考えて前に進んでいくというような、まあ、ある意味ね、ある意味で謙虚な気持ちも大切ではないのかなというふうに感じました。ということで今日はね、マザー・テレサさんの話をしましたけども、要するに簡単に言えばですね、要するにマザー・テレサがですね、 Go to Calcutta というあの言葉を聞いた話っていうのはエピソードとして、あの、まあ、私たちは手記の中で読みましたけども、本当だったんだな、本当だったという証拠はマザー・テレサがですね、その後生涯をですね、そのカルカッタでいわゆる貧しい人の中の貧しい人を助けるために過ごしたという、その事実の中にある、それがまさにキャリアそのものがですね、証拠で あったということになるということですね。嘘だったらそこまで続きませんからね。ということで今日のビデオでありこれで終わります。バイ。